こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは100均のミニ額が小さいアートになるというお話です。お話というか実際に作業しているところをご覧いただきたいと思います。100均の額使ってるのとがっかりされた方、ちょっと最後まで聞いてください。確かに100均のを使ってるんですけど、100均のものを土台にして手間暇かけて加工して、その何倍にも値する額を作れるように努力しています。なぜならせっかく私のミニフレームをご購入いただいてお家に飾っていただいているのですから、やっぱり皆様に満足していただきたいので、そういう努力をしています。で、なんかこんなビョーンって出てるのはこっからじゃなくて、私のそれでシャツ古いものですから、これビョーンって出ているだけです。ちょっと喋りすぎたので、実際に作っているところをご覧いただきたいと思います。今回は先週東京ビッグサイトで開催されたデザインフェスタの会場で作業しているシーンを録画して、後で私が音声を入れて解説をしています。ではご覧いただきたいと思います。ここが私のブースです。そしてこの中で作業した様子をお見せしながら説明したいと思います。まず最初の工程はミニフレームにジェスを塗っていきます。このピーナッツクリームの容器にはジェスが入っています。実はこの筆、100均で買った筆なんですけど、持ち運び用に使っていて、イベントなんかで使ってるんですけど、結構使いやすいです。塗り終わったら乾かします。そしてジェスが乾燥したら、今度はアクリル絵の具で額を着色していきます。このパレットとして使っているものなんですが、これはスーパーで買ったお肉が入っていた発泡スチロール製の容器です。こんな感じでイベントで私が絵を描くときは、このお肉とか魚が入っていたパックを携帯用のパレットとして使っています。とりあえずこんな感じの色になってきました。額を塗ったら、今度はキャンバスをですね、この額に入る大きさに切っていきます。額の裏側にはまっていたこの板の大きさにですね、合わせるとちょうどキャンバスが額に入る大きさになります。キャンバスを額の大きさに切ったら、今度はこのキャンバスに色を塗っていきます。この額との色合わせが楽しいところですね。まずはライトブルーに塗っていって、そしてちょっとグリーン系を付け加えていこうと思います。まずはこんな感じの色に出来上がりました。で、乾いたらその上から絵を描いていきます。で、ここ見えますでしょうか。蛍光グリーンで葉を描いています。で、これはね、動物の絵で、何の動物というものではなくて、ただ動物の絵ということです。でね、今ちょっと額に当ててみて色を確認しました。で、わけのわからない動物の絵が完成したので、今サインをしています。
ちょっと額に当ててみて色合いをチェックです。いいですね。で、色がマッチしているのを確認したので、今度は額にニスを塗っていきます。で、映像は載せなかったんですけど、額にも色を少し足していっているので、最初より色が増えています。フレームに塗ったニスが乾いたので、フレームに絵を入れていきます。でも、まだ完成ではありません。まだ色を塗らなきゃない箇所があるんですけど、この白い丸なんですけど、フレームに穴が開いていて、そこに粘土で穴埋めをしました。その部分を周りの木と同じ色に塗って目立たなくします。はい、これでだいぶ目立たなくなりました。で、最後はこの金具の部分に紐をつけて、こんな感じにブースに飾りました。完成です。で、これが完成したミニフレームです。ただ動物で、何の動物ってわけではありません。でね、100均の問題点は、当たり外れがあるんですよね。なので、100均へ行って買うときは、よく見る点は、ここの部分がきちんとしてなかったり、ここがずれてたり、割れてたり、あとはね、こういう部分がザラザラだったり、表面とかもザラザラだったりするときがあります。なるべくそういうの買わないようにしていますが、それでもやっぱり、多分機械でバンバンって切って、くっつけてるだけなんで、紙やすりで、よーくやすってっていう作業は必ずします。その後にこの木の棒をこうやって入れて立てるようになってるんですけど、その穴がこうやって開いてるので、今ここ穴埋めしてあるんですけど、たまたまうちにあったんで樹脂粘土を使ってここ穴埋めしましたけど、ここ穴埋めするのは石粉粘土でも紙粘土でも壁とか床の補修する穴埋め材でも何でもいいと思うんですけど、穴埋め剤のクレヨンみたいなベトベトするやつはやめた方がいいと思います。乾いて乾燥するやつですね。これ紐をつけて穴埋め裏したんですけど、まあちょっとわかるんですけど、こうするとこういう風な白いのがあるよりはまあマシかなって思います。このミニフレームなんですけど、今ご覧いただいたシーンは倍速とかカットとかもしてあっという間に終わってしまったんですけど、あれのもう20倍30倍の手間がかかっているので、絵画なんて安いものでないので、お手頃な価格で楽しんでいただきたいので、まあこのサービスみたいな感じでミニフレームを未だに作っています。さっきからね、袖のこれが気になるんで切っちゃいますというわけで、今日はミニフレームの作業をご覧いただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は、動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。